おはようございます。マツケンです。本日はですね、お盆真っ盛りなんですけれども、今からプールに行ってきます。家族サービスデーです。朝起きてバタバタ準備してるんですけど、疲れましたでね、こちら僕が好きな YouTube チャンネルのマッスルグリルの T シャツです。今日この T シャツ初めておろしたんですけど、なかなかいい感じで、ちょうどこれポリエステルとかのテック系の生地なんですけど、この生地の上着がなかったんでちょうどよかったです。では行ってきます。Till the sun goes down, being with you is so easy. Hey, if you want, honey, you can stick around. I don't know what it is about you, but you look so fine, riding shotgun in my car, top down when driving on the highway. The wind in our hair makes us look like movie stars, and you make me sing, yeah. You make me sing, yeah. Oh, you make me sing, yeah. You make me sing, yeah. Come on. I just wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be. Just say, wanna stay in a hotel, champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Ooh, come on. Isn't this really what life is all about? Doing what you can to have a good time. But baby, when I'm with you, I have the time of my life. Wanna be close to your body, close to your body, close to your body. Oh, I just wanna be close to your body. Give me some sugar, honey, close to your body. Oh, I just wanna be.はい、ということで、数日後のマツケンがお送りします。ちょうどこの日は台風接近に伴って午後から天気が崩れますよっていう日だったんですけれども、そんな中無理やり行ってきました。今回行ったところは海の中道サンシャインプールという、ベタなところですね。はい。結果的には、カンカン照りの中じゃなかったんで、過ごしやすかったっちゃ過ごしやすかったんですけれども、駐車場からプールがあるところまでシャトルバス使わないといけないぐらい遠くて、結構疲れました。ほんと10年ぐらいプール行かなくていいやっていうぐらい疲れたんですけれども、で今回は家族連れでプール行ったんですけれども、アウトドア系の商品が活躍しましたので、それをね3つ紹介したいなと思います。折りたたみ式のクッションシート、折りたたみ式のカート、クーラーバッグで、今回はですね、タイトルにもある通り、この3つの中で一番お気に入りのこのクーラーバッグについて少しお話ししておこうかなと思います。でこのクーラーバッグなんですけれども、2018年にリニューアルされて、このデザイン、この形になってるんですが、大小2つセットで2000円前後で販売されております。で僕の使用用途なんですけれども、食品を入れることってほとんどなくて、もう荷物運び用のバッグとして重宝しております。外で撮影するときなんか、キャンプ飯とかするときなんかですね、撮影機材とか材料とか、もうまるっとこれ一つのバッグに詰めて持ち運んでおります。で、これより以前に出てたショッピングバッグ、クーラーバッグっていうのは、このボディが白でロゴがあって、あとは差し色で青か赤かみたいな感じだったんですけど、汚れがね、すごい目立つんですよね、それって。で、リニューアルされたこのカラーは青のツートンと差し色の赤ということで、色もまあ自分的に好きな感じで、はい。で、この持ち手の部分はですね、持ち手の部分は少しね、厚めに加工されてまして、クッションが入ってます。結構中身入れてても、このね、クッションがある分、握った時、握り心地っていうのは、まあ手に優しい感じがしますね。あとは肩掛けの紐がついてるので、こういう風にしても道を運べると。はい。で、これ今空の状態なんですけど、こんな感じで何も入れてない時も自立するぐらいしっかりしております。はい。普段よく使うのがこの小さい方を使ってるんですけれども、小さい方とはいえかなり大きいです。普通のバッグからすると大きいです。これが小さいやつで、大きいものになると、こんな感じになります。まあ、ちょっとこの大きさだと正直ね、バッグ自体が大きくなりすぎて持て余すので、あんまり出番はないんですよね。なので、めちゃくちゃ綺麗な状態を保っております。はい。で、ね、まあ、軽く中とかを見せておきますと、中こんな感じでサイドにメッシュのポケットがついてて、なんかボトルとか差し込めるようになっております。でね、この中はですね、水が外に漏れないように、加工されてるんで、特に今回プールとか行った時に着替えとかタオルとか濡れるやつがあるんですけど、そういったものを気にせずこの中に入れて持ち運べるっていうので、とてもいいなと思いました。海に行った時もやっぱこれ持っていきましたし、はい。このね、外の生地は水吸っちゃうんですけど、中には影響ないので、濡らしたくないガジェット類なんかはこちらにね、ババッと入れてしまってとか、アイデア次第で結構いろんな使い方ができます。詳しくはですね、ブログの方にこの商品購入した時のレビュー記事書いてますので、そちらをね、ぜひご覧いただければと思います。寸法とかそういったスペックの情報は概要欄にも載せておきますので、はい、ぜひそちらもね、チェックしてみてください。今回ざっくりとした説明にはなったんですが、何が言いたいのかというと、これ1セットぐらいは持っておいてほんと損はないなという商品で、このサイズのクーラーバッグってあんまり存在しないので、まあ売ってたとしても高いと思うんですよ。これ大小の2枚セットで2000円弱で買える、1枚1000円ぐらいでってなると、まあとてもいいんじゃないかなと。はい。かれこれ1年以上これ使ってるんですけれども、いまいちな点というのが1個だけありまして、それがですね、小さくならないんですね。こういう風にぐしゃってしても綺麗に潰れないんですよね。これがちょっと気持ちが悪いというか、はい。もしもし？行きまーす。迎えの時間になりましたので、はい、もう終わります。使ってない、潰した時に収まりが良くないっていうのが唯一いまいちなところで、他はですね、気に入っております。これまで結構外に持ち出して雑に使ってるんですけれども、このほつれとかもそんなにないですし、この色がね、ネイビーとこのレッド、あとこの青のツートンカラーっていうのも、まあ珍しくていいなと思ってて、普通の上が空いてるショッピングバッグも、まあ出番多いんですけど、これは、まず買っておいた方がいいかなと思いますので、特にアウトドアとかよく行かれる方だったり、家族で海とかプールとか、いろいろ外出する機会があると思うんですけど、そういった時にまるっと全員分の荷物をね、ぶち込めるような、大きなバッグ。これと、この2つがあれば相当量入るんで、はい。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで現場からは以上です。はい、ということでこんな感じでね、コストコ商品レビューだったり、福岡での暮らしとかライフスタイルみたいなのもちょいちょい発信しておりますので、もし興味持っていただきましたらチャンネル登録ぜひお願いします。はい。ここ数日米編遅れてたりですね、ちょっと動画出せてないんですけど、パソコンがね、ちょっと調子悪くてですね、マシントラブルのため遅れておりますが、先ほど直しましたんで、また通常通りやっていきたいなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。